ゲルマニア・インフェリオル属州の位置ゲルマニア・インフェリオルは、ローマ帝国の属州の一つである。日本語では、シモ・ゲルマニア、テイチ・ゲルマニア、エン・ゲルマニアなどと訳される。南に、ガリア・ベルギー南東にゲルマニア・スペリオルの各属州に面していた。ライン側の左岸に位置し、その領域は、現在のオランダ南西部、ベルギー、ルクセンブルク、フランス北東部、及び、 ドイツ西部にあたる。州都はコローニアアグリッピネンシスで、現在のケルンにあたる。ローマ軍が初めてこの地方に侵攻したのは、ガイウスユリウスカエサルによる、ガリア戦争の時である。カエサルの侵攻は、紀元前57年に行われ、その後3年間に、エブロネス族やメナピー族など、現地のベルガエビトを制圧した。ゲルマニアインフェリオルは、紀元前50年頃はまだ、 ガリア・ベルギカの一部であり、この頃からローマ人の植民地が築かれ始めた。90年にゲルマニア・インフェリオールはローマ帝国の属州となり、その後にローマ皇帝が直轄する皇帝属州となった。隣り合うゲルマニア・スペリオール属州と合わせてゲルマニアを構成する。ゲルマニア・インフェリオールにはいくつかのローマ軍団が駐留し EX。 ジャーマン、INF の略称で表された。その中でも、第1軍団ミネルイアや、第30軍団ウルピア・ウィクトリクスは長く、統治に駐留し続けた。また、ローマ海軍もカストラウェテラやアグリッピネンシスに、駐留し、ラインガーや北海沿岸の警備を務めた。ありがとうございます。